てやがる。今までの恨み晴らせてもらうぜ。寝ながらバラータ、君の悪い野郎で、この野郎。班長、本当に眠ってるんですか？確かに俺が送ったやつだ。返せ、俺のいい約束。寝言か。返してほしくはかかってこい。いや、そんなもんで奴様が取り返せるか。何でもねえよ。待って、手に血が。心配いらねえよ。いけません、本当にありがとうございました。余計なことしやがって。俺はなんてバカなんだ。ガバマルとの戦いを避けようとして、あのばあさんを危ない目に遭わせちまうなんて。あなたたちのおかげでまたあの方から注意されてしまったわ。これ以上あの方を怒らせるようなことはあってはならないのよ。ベジロさん、影の支配者がいたんです。生徒会の後ろに。奴らがあの方と呼ぶのをはっきり聞きました。本当なんです。影の支配者を探り出すことは不可能だろうな。君たちの言う通りなら、影の支配者は生徒会をも操っているのだから。白川、生徒会、影の支配者、これを正すためには現生徒会を改変していくしかないだろう。君たちに協力したいが入院中ではね。とにかくもう一度相談しよう。よろしくお願いします。このままでは私の存在が白日のもとにさらされてしまう。なんとかここを出なくては。ご機嫌いかが？うわー、大丈夫です。おとなしくしてるのよ。はい。戻った。準備完了ですわ。いずめ、おめえ立派なくの市になれて。ねえ、いいか、ベッドに入ってじーっとしてるんだぞ。お前なら不調をごまかすことができる。任しとけって、なんなら永遠に戻ってこなくていいぜ。何がおかしい。いや、腰の振りが足りないような気がするんで。ふん。おめえたち寂しかっただろ。俺がゆっくり食ってやるぜ。まあ、しずねちゃん、食欲も出てきたみたいね。とってもいいことだわ。どんどん食べて元気をつけるのよ。もう大丈夫ですわ。逃がしはしないわよ、しずねちゃん。うわー、
な取り乱し方するんだね。この度院長先生のご提案によりまして、目白さんの言っていた改変ってこのことだったのか。あら、前も来てたの？おばあ様、今日はとっても素敵な人に出会ったのですよ。はじめカバマル君かと思ったわ。身軽でなんだか感じがカバマル君に似てるのよ。この世にカバマルが二人もいるなんて冗談にしてほしいわ。 あら、カバマル君よ。ちょうどいいところへ来てくれた。カバマル君、この辺で得意技を披露してはどうかしら。まあ、いったな。俺は派手なことは性に合わねえんだが。ぜひお願いするわ。まあ、行ってやったるか。おい、そこのデブ。ボクちゃんの方。そうだよ、百貫デブ。他にてめえみてえにぷよぷよした水太りがいるかよ。この縄で俺の手足を縛ってみな。何？さっさと縛れよ。ったく、太るだけ太って役に立たねえんだから。そうかい。あとはバットで思いっきりぶったたいていいぜ。私が指揮を取っていれば彼らに気づかれることもなかったし、体力作りの会にしたって目論みからだいぶ違った方向へ行くこともなかったはずだ。申し訳ありません。院長があれほどにまで肩入れして全校生徒を巻き込んでいくとは。生徒たちももうすっかり体力作りの会に夢中になってしまって。そうか、影の支配者から目をそらす方法がこんなところにあったとはな。あれ、目白くんまだいたの？は？退院許可が下りないのにどこへ行けとおっしゃるんですか？変だな。一週間前に出しているはずだぞ。どこで連絡が途絶えたのかな。退院許可が出ていた？バカな。もう少しで全てがめちゃめちゃになるところだった。くっそー、あの豊島の看護婦に違いない。くっそー、本当に違いないのか。はい。カバマルが指揮を取るんじゃ立派なものにならんわけがない。我が王玉はどうなるんじゃ。俺が見届けます。何、そうしてくれるか。うん、そうすればこっちも作戦の立てようがあるというものだ。俺さえ下手に手を出さなければこんなに大げさにならなかったんだ。まいた種は刈り取らねばならないか。見届けねばならんだろうな、成り行きを。また一つ厄介なものに引きずられてしまいそうだ。久しぶりに舞ちゃんとデートでもうご機嫌。ところが古い友達にばったり会っちまってよ。そいつが泣くのよ、国に帰りてって。俺が何とかしてやるぜ。次回、伊賀のカバマル巡り合いスターライト。友達は大事にしろよ。ちゃう本当あなたに夢中、こんなことを